トコハ展開の先へビヨンドザリミッツ。トコハ大学教育学部生涯学習学科3年の山本純生さん。私がトコハ大学を選んだ理由は、全国的に珍しい生涯学習学科があったからです。実際に学んでみると、学びには無限の可能性を秘めていることが分かり、とてもワクワクしています。入学した冬、社会教育事業を企画する機会があったのですが、手も足も出ず、とても悔しい思いをしました。その悔しさをバネに2年生になり、さまざまな挑戦をしていきました。山本さんが取り組んでいる活動の一つに、チーム LLL という団体があります。はい、今日は ID キッズと指導発達の障害の子たちや、耳が聞こえない子たちと一緒に、いろんな人と一緒にサッカーをしようという、本当にちょっとした時に笑顔になることが楽しそうにしているのがすごく嬉しいんですけど、コミュニケーションを取るのがやっぱ難しいなって思うので、なるべく簡単な日本語だったり表現だったり、あとはマスクで隠れてますけど目で感情を表すとかで、まあ、いろんな工夫をしながらやっています。そんな山本さんが今の自分を超えて目指す夢は、ビヨンドザパストセルフ、過去の自分を超えていきます。今までの活動で出会った先輩や社会人の方々からさまざまなことを学び、またお互いを高め合える仲間とも出会いました。そんな中で挑戦と出会いが自分を成長させてくれることが分かりました。これからも自分の可能性を広げるために生涯挑戦し続ける人生にしたいです。トコハ展開の先へビヨンドザリミッツ。